今回こちらの商品はですね、神戸のね、餃子楼というお店の商品になります。黒豚の餃子ですね。国産のね、鹿児島県の黒豚、アミノ酸がね、たっぷり入っているということで、それと青森県のね、ニンニクですよね。もう高級ニンニクです。で、あとはね、高知県産の生姜、これがね、すごくこだわった生姜をね、使っているということで、ロキアさんでね、こちらの商品がね、買えますんで、うまそうやな、ね、32個入りやって。必ず冷凍のまま焼いてくってなどだね。冷凍のままな、やっぱ焼き方あんねやな。めちゃくちゃええ匂いやな。餃子楼さん、いただきます。絶対に美味しいで、パリパリや。いただきます。いただきます。これ見てええ焼き具合。まあまあ、神戸といえばね、味噌だれですよね。こちらの方につけて。めっちゃうまいな。ほんまや、生姜よう効いとるわ、これ。ニンニクもよう効いとるな、ほんまに。皮パリパリやで。なんか、うん、羽も勝手にできるな。ほんまに。うん。むちゃくちゃ身が詰まっと。ニンニクの匂いと生姜、むちゃくちゃ美味しいわ、ほんまに。うん。これ美味しいな。うん。これにビールはもう最高や。サイダーも美味しそう。ほんまに美味しそう。うん。うまっ。おいしい。1000円。うん、これ36個やからちょっと数が違うけど。50個で1000円。うん。餃子作るより安い。25個、25個、2段になって、50個入って1000円。うん、25×2袋、むちゃくちゃ安いんじゃん。味噌だれとこちらのやつをね、混ぜてね、最高や。うまい。うん。餃子、ごちそうさまでした。餃子、ごちそうさまでした。美味しかった。